オーナーバリスタッフの西浦です。秋の気配が深まりますと各地の鳩や堤防の立ち寄りが盛り上がります。立ち寄りにはワインドだったり、天野だったり、浮き釣りだったり、ジグだったり、いろんな釣りがあるんですけれども、今回は初心者でも入門しやすい浮き釣りをこの仕掛けを使ってご説明したいと思います。浮き釣りのタックですけれども、鳩竿の3メートルぐらいのものや、シーバースロットやライトショアジギング、エギングタックルなど8から10フィートぐらいのものをご用意ください。だいたいお手持ちのタックルでできると思います。道糸はナイロンラインなら3号前後、 P ラインなら1号前後が使いやすいですが、 P ラインを使うときは、6メーターぐらいの長さで4号程度のリーダーをつけておくことをお勧めします。これはもう浮き下の深さプラス1メートルですね。タチウオの浮き釣りの棚はだいたい2メーターから6メートルぐらいと深いため、基本的には誘導浮き仕掛けとなります。浮き回りを上から説明すると、浮き止め、絞り、浮き、カルマンピン、発光体のハイライト、重り、スナップ付き、スイベル、そして仕掛け部となります。浮きは2号から3号負荷のものが使いやすくておすすめです。電気浮きタイプか発光体をつけるタイプかはお好みで、使用する重りは浮きの負荷から0.5から1号ぐらい引いたコースをお使いください。ぶっちゃけ誘導浮き回りはややこしいですが、浮き止めから針までを簡単にセットできるセット一発立ち寄仕掛けや、1回結ぶだけで全てが簡単にセットできる結び一発絞り立ち寄セットという仕掛けもありますので、仕掛け作りに困った時はそちらもぜひご利用ください。誘っちゃうタチウオ、キビナゴ用の針の刺し方は、2通りあります。ちょっと自然に泳がしたいときは、この頭の下から頭にちょっと硬いところを突き抜けるような感じでセットします。これだと誘ったときに、ちょうど泳ぐような感じになりますので、すごく自然な誘いができます。どうしてもキビナゴは、投げると、ちぎれてしまったりすることもあるんですけれども、そういうのを防ぎたい方は一度キビナゴの目の方を通していただいて、くるっと返して選ぶ蓋のあたりに抜いて、こう刺すとなかなか、キャストギルというか投げた時に飛んでいきにくくなりますので、この2つ使い分けていただければなと思います。誘っちゃうタチウオには切り身用の仕掛けもあります。切り身用の場合ですと、この針にまず皮目の方から1回刺していただいて、もう一度、そして3回刺し縫い刺しにしていただければ OK です。かかっちゃうタチウオはこの仕掛けは、この極細ワイヤーと超鋭いダブルフックが特徴の仕掛けです。これによって、食いしびるタチウオも積極的にかけていく、本当にかける仕掛けですね。この針にどうやって餌をかけるかといいますと、専用の付属のこのキビナゴ投手を使います。このキビナゴ投手を、キビナゴの真ん中からちょっと前ぐらいに刺していただいて、背中からお腹に向けてですね、このキビナゴ投手の先端の鍵状のところにかかっちゃうタチウオのループ引っ掛けていただいて、あとはずるっと引っ張っていって、最後にこのダブルフックをキビナゴに隠すように刺してやる。これだけで簡単に水平姿勢が取れる仕掛けが出来上がります。この泳いじゃうタチウオ、特徴は
この破裂部分にタッチ複合メタルというしなやかで強いワイヤーのようなものを使っているのが特徴です。ワイヤーのように硬くはないので、まあ、こんな感じで柔軟に曲がってくれます。まあ、これによって何が違うかと言いますと、まあ、ここにバランサーウェイトをつけておりますので、キビナゴをセットした時にこう自然な状態で魚が泳いでいるような姿勢で誘うことができるので、フィッシュイーターであるタチウオの食い気を刺激してくれます。餌のセット方法は、まず1本目は頭の下から上の硬いところ刺していただいて、もう2本目はちょうどお腹のあたりに刺してください。これでセット OK です。この誘っちゃうタチウオ、特徴的なのがこの長い仕掛け部分ですね。長いフロロと、まあ、極細のワイヤーがついておりますので、誘いを入れた後この長い部分がゆっくりとポールしますので、渋ったタチウオにも口を使わせることができるという仕掛けです。では誘い方やってみます。まずはキャストしていただいて、で浮き下落ち着くまで沈ませます。まあ、浮きが立ったら棚についたっていう証拠ですので、浮きが立ちましたら、そうですね、大体、まあ、10秒か15秒ぐらい今浮き立ちました、待ちます。まあ、その間ゆっくりとキビナゴがフォールしていってますので、キビナゴがフォールしきるまで待ちます。このキビナゴがフォールしきってない状態で誘い入れると仕掛け絡みの原因にもなりますので、ご注意ください。仕掛けがしっかりと馴染んだら一回糸を張ってゆっくりと持ち上げます。そして下ろす。でまた重りが棚まで落ちてから、またゆっくりとキビナゴがこのハリス分フォールしていきます。これの繰り返しですね。まあ、特に、まあ、ゆっくり引き上げるときにも当たるのですけれども、落ちるとき、まあ、特に落ちるときに当たりがありますので、まあ、誘いが入れた後はしっかりと浮きの動きや発光体のハイライトの動きを注視してください。このかかっちゃうタチウオ、基本的にはもう何もせず、まあ、キャストしていただいて、まあ、棚まで仕掛けを落ち着けて、あとはもう塩に乗せて流していくだけで、まあ、十分釣れる仕掛けです。ただまあこの仕掛けも他の仕掛けと同じように、まあ、放置するよりも誘った方が絶対に釣れます。まあ、タチウオはフィッシュイーターですので、やっぱり動く餌に反応しやすいので、この仕掛けの場合ですと軽く、まあ、一応一吹きを取ってから50センチほど上げて下ろす。で仕掛けが馴染んでしばらく経ったら、また50センチほど持ち上げて下ろすの繰り返しで OK です。ではこの泳いじゃうタチウオの誘い方をご説明します。他と同じようにまず投げます。あんまりフルキャストしない方がいいですね。やっぱりキビナゴをつけてますので。で棚まで仕掛けを下ろします。まあ、この仕掛けもちょっと長めのハリス使ってますので、浮きが立ってからも、まあ、10秒か15秒ぐらいは誘わないでください。餌がもう完全に落ち切ってから誘いが開始です。この誘いは糸を張ってゆっくりゆーら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 と1メートルぐらい巻いてやって、また落とす。
で、そうですね、10からこれも15秒ぐらい待ってやってからまた1メーターもしくは2メーターぐらいゆっくり巻いて下ろすの繰り返しです。今使っている仕掛けはサソチャウタチウオなんですけれども、ロングハリス、ロングフロロハリスプラス極細ワイヤーというかなり特殊な仕掛けです。まあ、それで何が他の仕掛けと違うかといいますと、誘った後にロングハリスのおかげでゆっくりとキビナゴが落ちる、まあ、弱った小魚を延長する動きになるんですが、まあ、それが食いしぶるタチウオに非常に効果があります。じゃあ誘ってみます。まあ、ちょっと糸張ってゆっくり持ち上げて、あ、もう食いました。誘いを入れる前に食うとは。とりあえずちょっと混ぜますね、食い込むまで。もう誘っちゃうタチウオの場合、一回仕掛け、まあ、重りが棚に落ち着いた後にもうゆっくりとキビナゴはそこの段階からフォールしていきますので、もうこの段階で十分誘いになります。なので結構もう入れてすぐ当たる場合も多いです。でじっくりじっくり食い込ませて、もうそろそろいいかな。で糸を張って、はい、合わせる。はい、そう、おっと、結構いいかと。おお、これ楽しい。はい、あ、そうでもなかった。はい、もう誘っちゃうタチウオの誘いでちょっと渋った時間でもこの通りタチウオをゲットしました。今使っている仕掛けは誘っちゃうタチウオの切り身をですね。まあ、切り身の何がいいと言いますと、まあ、あのロングチャンクの針使ってるというのもあるんですけども、普通の小魚を餌にした仕掛けよりも早合わせが効くっていうのがメリットですね。で、あと合わせ損なっても餌がまだ結構残ってることが多くて、まあ、次にすぐまた、あ、わあ、当たりましたね。まあ、15秒で合わせます、切り身なんで。あれ、離した？ちょっと聞いてみますね。聞いててちょっと重み感じたら合わせます。はい、あとかかりました。もう切り身はこういうのができるのがメリットです。おお、走る走る楽しい。おお、はい、ヒットしました。はい、誘っちゃうタチウオの切り身でヒットしました。まあ、今みたいな感じで結構早合わせが効きますので、まあ、積極的に合わせたい方にはおすすめな仕掛けです。当たりの割にちょっとフッキング率が下がってきましたので、まあ、よくかかっちゃうタチウオに変えました。まあ、キャストして棚まで仕掛けを落ち着かせて、で落ち着いたら少しだけ誘い入れる。まあ、かかっちゃうタチウオの場合も本当50センチぐらいゆっくり持ち上げて落とすぐらいでいいと思います。でまた持ち上げて落とす。まあ、そのまま流してても十分釣れるんですけれども、やっぱりもうタチウオは動かした方が断然当たりはあります。なので積極的に動かしてあげてください。あ、当たりました。誘いを入れた直後に当たりました。4、5、6、7、8、25、26、27、28、29、30、そろそろ合わせてみましょうかね。ちょっと糸張って引いて重みが
乗ったらふっ、はいっと、ふうふうふう、あーよしよし、ほい、はい、かかっちゃうタチウオがしっかりとかかってくれました。まあ、ちょっと細めのタチウオなんですけれども、まあ、こういったタチウオでも、まあ、ガンガン針がかりしていけるのがこのかかっちゃうタチウオです。で今仕掛けが馴染んだんでゆっくり巻いてさせます。ハンドルをゆっくり1回転か2回転ぐらいでフォールさせる、まあ、イメージ的にはこうゆっくり泳いだ魚がふわふわふわっと落ちて、まあ、ゆっくりまた泳いで落ちるの繰り返しですね。ゆっくり巻いて、でフォール、で落ち切ったらまたゆっくり巻いて、フォール、結構このゆっくり巻いてる最中にも当たりがあるんで、もしもうゆっくり巻いてる最中にコツコツとかそういう当たりがありましたら、もうすぐにベールをフリーにするか竿を戻してください。でないとあのタチウオが違和感を覚えてすぐ入ってしまいますので、あ、当たり来た、今当たり来てますよ。まあ、ちょっとじっくり食い込むまで混ぜます。ちょっと渋い当たりっすね。もっとぐん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 入っていってくれたいんですが、おお、はい、はい、ヒットしました。泳いじゃうタチウオですね。もう誘いに反応してくれました。タチウオの浮き釣り解説は以上となります。まあ、タチウオには天野釣りやハイブリッド釣法などまだまだいろんな釣り方がありますので、浮き釣りになりましたらぜひそちらにもチャレンジしてみてください。